ビットコインキャッシュは暗号通貨ビットコインのハードフォーク2017年8月1日に誕生した2017年7月20日ビットコイン改善提案91がアクティベートしたビットコインコミュニティの一部のメンバーはブロックサイズの上限を上げずに BIP91 を採用することは単に問題に直面することを先送りしただけであり BIP91 に賛成した人々はビットコインを取引通貨よりもデジタル投資として扱うことを望んでいると感じた。ハードフォーク計画は最初に ASIC マイニングハードウェアメーカーのビットメインから発表され、その後開発者がプロジェクトへの関心を寄せた。ビットコインキャッシュのプロジェクトはもとは BIP148 が成功した場合にビットメインが実行する。 コンティンジェンシープランと呼ばれた。ビットコインキャッシュの名称は、もともとは中国のマイニングプールのバイオブトックが提案した。オランダのアーネムで開かれたビットコインの未来カンファレンスにおいて、デドル、ニックスのアモーリー・セセットがビットコインキャッシュのプロトコルを発表した。ビットコインキャッシュのハードフォークは2017年8月1日に行われると発表された。 開始時にビットコインキャッシュはビットコインのそれまでの取引履歴を受け継ぐが、さらなる取引は分離される。ブロック478,558が最後の共通のブロックであり、したがって最初のビットコインキャッシュのブロックは478,559となる。ビットコインキャッシュの暗号通貨ウォレットは、フォーク開始予定時刻の2017年8月1日13時20分。 以降からビットコインのブロックとビットコイントランザクションを排除し始めた。ビットコインキャッシュはブロックサイズを8メガバイトまで上げたことでビットコインのブロックチェーンとの広報互換性がなくなった。7月23日にビットコインキャッシュの先物取引が0.5バイト TC で始まったが7月30日までに0.10バイト TC まで下落した。 マーケットキャップは2017年8月1日の23時15分以降に表示されるようになった。8月9日にはマイニングでオリジナルのチェーンよりも30%収益性が高かった。フォークによってブロックサイズの上限が引き上げられたがブロック生成は散発的であったことから2017年8月9日の時点でオリジナルのチェーンが ビットコインキャッシュのチェーンよりも920メガバイト大きかった。これらの難易度、ハッシュレート、収益性の変動への修正が11月13日の午後2時6分に導入された。既存のエダアルゴリズムは難易度の過度な変更を防止しつつビットコインキャッシュが現在のビットコインよりも早くハッシュレートの変化に適合できるようにする新たな難易度調整アルゴリズムに置き換えられた。 結局、ビットコインキャッシュは多くの暗号通貨取引所で広く採用されたが、ビットコインキャッシュの名称により取引所のユーザーの間で混乱が起きた。ジャックスのチャーリー・シュレムは、我々は何が起こっているのか分かっていない、何十万のユーザーを抱えていると述べた。最終的に、ブキャッシュの名称の使用をめぐりコミュニティでの論争に発展した。ロジャーバーは、ジョン・カルバーロは、 ビットコインキャッシュを B キャッシュと呼びビットコインキャッシュのコミュニティを繰り返し侮辱したと述べた。トレザーアーキテクトマークスラッシュパラティニスは我々が B キャッシュの使用を好む理由としてユーザーが誤って間違ったウォレットを使うことを防ぐためだと説明した。一方でシェイプシフトはプロジェクトの開発者がビットコインキャッシュと呼んでいることから同様に呼んだ。 バーのコメントへの反応として、アンドレアス・アントナ・パリスは、レディットグループの検閲を破るために、リバタリアンは彼らが作ったシステムを呼ぶのに、何の名称が使えて何が使えないのかを、ほんの少しの皮肉のセンスすらなく、他人に伝えたと述べた。英数字のアドレス形式は、現在のビットコインと同じであるが、ビットコインキャッシュは、ビットコインアドレスに送られるべきではないことは、重要である。 現在のビットコインのようにビットコインキャッシュのアドレスは複数回使用できるがプライバシーを懸念する場合は採用されるべきではない。しかしアドレス形式を変更する計画も存在する。スフォックスはブログの投稿で顧客が複数の取引所にわたって簡単に取引できるように2017年12月1日からビットコインキャッシュの取引のサポートを開始すると発表した。 2017年11月21日、ビッツタンプは2017年12月の初週からビットコインキャッシュの取引のサポートを行うと発表した。コインベースは当初はビットコインキャッシュをサポートしないと発表していたが消費者の反発を招き消費者による集団訴訟についての憶測が飛び交った。8月3日、コインベースは2018年1月1日までに ビットコインキャッシュの取引を開始すると発表し、フォーク時にビットコインを所持していたユーザーは同僚のビットコインキャッシュが付与されるが、取引を行うにはコインベースが取引を開始するまで待たなければならなかった。中国に拠点を置くバイオブトックはビットコインキャッシュの誕生前から取引ができるようにしていた。クラーケンとビットファネックスはビットコインキャッシュをサポートすると発表した。 2017年8月4日、ビットファネックスは公式にビットコインキャッシュの預け入れ、及び引き出しを始めた。ビットメックス、エクソダスはビットコインキャッシュをサポートしないと発表した。パローニックスは2017年7月時点で決定を発表していないが、ユーザーのビットコインのセキュリティを念頭に置いて決めていると述べた。8月中旬にパローニックスは ビットコインキャッシュの取引を始めた。ビットコインキャッシュの支持者には東京を拠点とする投資家、ロジャーバーがいる。世界各地で170回以上のビットコインのミートアップを行ってきたシシド県もビッグブロックに賛成しており、現在はビットコインキャッシュを応援する活動をしている。シシド県は2018年の3月に東京で行われたビットコインキャッシュの世界会議である。 サトシ、エスビジョンでの日本人唯一のスピーカーである。東京都渋谷区にあるネムバーへの BCH 決済導入や店舗導入ガイドラインの作成、ビギナー向けセミナーを行う、アメユミもエヴァンジェリストとして東京を拠点に活動している。ありがとうございます。